家でもねえし。なら魔女様の呪いがあって当然なのに、今この瞬間もピンピンしてる。悪いが、俺は自分の目で見たものしか信じねえ。第六感？波長？魔法のセンス？悪いが俺はそういう前唾なもんは一切信じねえぜ。クラスの女が霊感がいいの悪いのって言い出すのを聞いてると虫唾が走るのさ。あんたらがいくらじいさまに給料もらってるか知らねえが、俺を妙な宗教に勧誘しようったってそう簡単にはいかねえってことをよく肝に銘じておきやがれってんだ。バトラ様、カノン君たちが信じるのは自由だぜ。だが俺が信じるかどうかは常に俺が自分で決める。悪いがこの目で見るまでベアトリーチェなんてうさんくさいものの存在を信じるわけにはいかないぜ。ならそれでいいんじゃない。いずれお前のような波長が全然合わない人の目にもベアトリーチェは見えるようになる。もうじき蘇るんだよベアトリーチェはね。そうしたら一緒にいっぱいお話をしたり遊んだりしようって約束してるんだよ。疑う必要も無理に信じる必要も全くない。現れるんだよもうじきね。確かにマリアちゃんは魔女とかの話になると人が変わるね。昨日海岸でバトラ君も見たでしょ。あのサソリのキーホルダーの時か。いや、あんな機嫌を損ねるみたいな感じじゃなくてよ、まるでその二重人格みたいな感じで。ああ、たまにそういうこともあるな。さっきマリアが魔法陣の話を始めた時みたいなやつたまーにあるぜ。気持ち悪いけどな。あれってのは何なんだ。マリアは二重人格か何かなのか、それとも
本当に霊感が強かったりとかして、そういうのに憑依されたりとかしちまうのかよ。そういうのじゃないと思うよ。バトラ君にも経験ない？小さい頃自分以外の誰かになりたかったなんてこと。成長期の根底には子供から脱却したいというひよこが殻を破るのに似た衝動がある。子供と大人の違いは何かわかるかい？年齢？それとも体格？違うよ、経験だよ。大人が子供を見下すのは人生経験が少ないからだよ。子供が何を言っても鼻で笑ってしまうのは世間知らずのくせにと見下しているからだよ。ああ、そういうのわかるぜ。子供の頃って妙に人生ってもう悟りきったようなことを口にして年長者ぶりたくなるよな。大人は子供が何を言っても世の中甘くないとか社会に出ればわかるとか鼻で笑ってる。まあ実際そうなんだけど、子供的にはそういうのって見下されてるみたいでムカつくんだよな。なるほどな、知識や経験の有無か。確かに年齢だけ無駄に食ってても尊敬はされねえよな。となるとつまり子供から脱却したいという衝動を持つ時期に、かつ他者とは違うという個性を持ちたくなる。子供からの脱却がつまり知識や経験なのだとしたら。なるほど、他人の持ち得ない知識を持つことが一つのアイデンティティになるわけか。小学校の頃なんかさ、クラスの誰も知らないことを知っていたり持っていたり身につけていたりするとヒーローになれたよな。バトラもそういう経験あるだろ？あるある。何か一芸に秀でたいと思うお年頃って確かにあるな。なるほど、それが子供からの脱却、つまり成長期ってわけか。健全な意味での成長期はそうして没個性を脱却するために人が持たない知識やスキルを身につけることを促す。これは社会学的にも面白いことだよ。人が没個性を嫌うために人と違う技術を身につけようとする。これにより社会は幅広い技術を獲得して立脚する。神々の高度なプログラミングに驚かされるね。まあ個性がネガティブに働くこともあるぜ。クラスみんなが真剣に勉強してるから俺だけはサボって目立とうとかよ。でもまあ誰も飛べない飛び箱を飛んでやりたいとか、成績のいい連中を周回遅れにさせてやるぜってマラソンで全力疾走とか、そういう気持ちはあったな。勉強はダメだったから少なくとも運動では見返してやるぜって根性はあった。なるほど、ちゃんと成長期してるな俺。男子ってやっぱり肉体的な方面に関心が向くよな。でもよ、同じ時期に女子は精神的な面に向きやすいんだよ。バトラのクラスの女子にも占いとか霊感とかそんなこと言ってる女子連中のグループがあったりしただろ？あーあーあったあった。人の星座とか血液型とか聞いてきて、ああやっぱりクスクスとか笑われると大いにムカついたもんだぜ。どこのクラスに行っても女子は占いが好きだし、
決まって霊感に強いだの弱いだの、感受性がどうこう、見えないものが見えちまうだの、そういう手合いが必ずいたもんだぜ。占いも霊感も学校では教えないものだからね。男の子と違い、内向的な世界に関心を持ちやすい女の子にとって、それはアイデンティティを確立しやすくて、かつ興味深いジャンルなんだよ。男子が成長期に入ると急に悪ぶったりして大人に反抗を始めるのと全く同じに、女子も成長期に入るとそういうのに興味が出るようになるんだよ。私はそうでもなかったけどさ。うん、つまりマリアがオカルトに関心を持つのは年頃の女の子としてはそう珍しくもないってことか。さっきも言った通り、大人になるというのは知識や経験を持つことを言う。だからそれを得るために子供たちはいろいろなことを学んで、子供を脱却しなければならないんだけど、子供の世界に今も昔もはびこっているある便利な妄想があるんだよ。わかるかい？漫画やアニメに多いだろ。ほらあれだよ、前世の記憶が蘇ってとか、偉大なるなんとかの魂が乗り移ってとか。ああ、他にも遺伝子が覚醒したりとか、封印されていた能力やら記憶やらが戻ったりとか、いろいろあるな。どういうわけか、あの時期はそういうのがやたらと流行るもんさ。どうしてだな。今挙げたキーワードはすべて子供の自分に知識や経験を直ちに付加できる幻想だからだよ。9歳の女の子も千年を生きた魔女が私に憑依していると言い出せば、1009歳のアイデンティティが得られるわけだからね。まあつまり勉強するのは面倒くさい、でも人とは違うスキルを持って周りに威張りたい、チヤホヤされたいっていう連中にとっては便利な妄想なんだよな。あとは子供からの脱却願望には必ず自分の理想像の自己投影が行われ、その願望の姿が別人格として形成されることが少なくない。バトラ君だって家と学校では多少キャラクターが違うということがあるんじゃないかな。多分家での自分の姿をクラスの友人たちに見せるのは恥ずかしいはずだよ。学校の自分は自分のなりたい姿の投影で、家の自分は本来の姿だから。つまりキャラクターの使い分けというか、人格の多重化はごくごく当たり前だと言いたいわけか。オカルトが好きな女子はそれを憑依と言ったり覚醒と言ったりするぜ。正直ドン引きするくらいにキャラを変える子もいるよ。男子にもいるだろ、キレたとか言ってやたらめったら粗暴キャラに変身するやつが。あれ本人はかっこいいと思ってるんだろうけど、見てて痛いよな。つまりおさらいするとだ、マリアくらいの年頃の女の子がさっきみたいな不気味な二重人格みたいなのを見せてもそれほど珍しいものじゃないと言いたいのか。簡単にまとめるとそういうことだね。アイデンティティは自己を形成するための大切なもの、それをバカにしたりするとかえってその殻に閉じこもってしまうこともある。だからほどほどに付き合ってあげるのが大切なんだよ。それを丸ごと受け入れてあげるのが親の包容力というものなんだけどね。兄貴それで独身って信じられねえぜ。もう子供が中学くらいに上がってそうな貫禄さ。じゃあローザおばさんもあのマリアの二重人格についてはよく知っていたのかな。知ってたぜ。ここだけの話、ローザおばさんはすっごく嫌がってた。気持ち悪いし、クラスでますます孤立を深めるだけだって。だからマリアがオカルトの話を始めたり魔女みたいな声で笑い出したりすると必ずビンタしてたぜ。だからマリアもローザおばさんがいる時にはそういう話をしないようになったみたいだけど。
ジェシカ、ベアトリーチェの話ってのは、俺の認識では、森に子供たちが迷い込まないようにってんで作った、大人の脅し話だってことになってんだが、この屋敷じゃ違うのか？私もバトラと同じ意見だぜ。こんなのは、子供に言うことを聞かせるために親が作った間抜けな階段だと思ってる。でも、そうだと口にはできない空気が屋敷内にあることは否めないな。おじい様が、ベアトリーチェは存在すると公言されているからね。使用人たちは立場上、それを疑えないし、クラウスおじさんたちも、おじい様と喧嘩がしたいわけもないから、表向きは口を揃えてる。だから多分、このお屋敷では、ベアトリーチェの存在を疑うことは、ある種のタブーだと思うんだよ。年に一度しか来ない、僕たちと違ってね。そうでしょ。ジョージ兄さんの言う通りだぜ。みんな腹の中じゃ信じてるわけじゃない。でも、表向きはその存在を認めてる。ほら、神様の存在を認めるような、そんな雰囲気だよ。実際にはいないことを知ってても、それを口に出して否定したら、野暮みたいな空気だな。使用人たちの間では、どういうことになってんだ。やっぱり、雇い主のじい様がいるって言ってんだから、それに口調を合わせてるわけか？さあ、詳しくはわからないけど、使用人たちの間では、ベアトリーチェの話は、ある種の怪談扱いになってるよ。ほら、昨日海岸でシャノンが話してくれたろ？夜見回りをしているとき、不気味な何かを見かけたとか、そういう話。